前回のあらすじ、ククールが正式な仲間に。頼もしいけどやっぱりお前ゼシカを狙ってるんだな。おのれククール、ゼシカは渡さん。ゼシカをものにするのはあっしでかす。牛だー、牛がいる、完全なる牛がいる。え、スルメは美味しいミルクを見つけた。美味しいミルクを袋に入れた。え、本当にただの牛だったあ、なんかバトルすることになるかと思ったら本当のただの牛だった。野良牛でしたね。え、あれだよね、めっちゃすごそう。うわ、入り口からすごいもんね。もはや門番とかいないのかな。おー、でけえ。ドルマゲスって名前の道化師を知らないかって。ふん、こんな陰気な国に道化師なんて来るもんかよ。この国の人間はみんなご覧の通り黒ずくめなんだ。道化師なんてやってきた日には目立ってしょうがないだろうな。そうなの。なんかすごい立派そうなとこだから楽しいところかと思ったのに。王妃がご存命の頃はこのアスカントも豊かで活気あふれる良い国だった。だが今はどうだ、王の嘆きは町中を染め国ごと死んでいくようではないか。なるほど。ここはアスカントの城。しかし旅人よ、何故我が国を訪れたのか。なんだろうね、本当に病んでんだね。国中が病んでんだわ。こうして夜になると毎晩上の玉座の間から王のすすり泣く声が聞こえてくる。愛する王妃様を亡くされた我が王の悲しみは深く、いつまでも癒されることがないのだ。いた、王様だ。なぜだ、どうしてシセル、君は僕を置いて戦国へ行ってしまったんだ。あれから2年、僕の時計は止まったままだ。何一つ心が動かない。せめてもう一度だけ夢でもいい、もう一度君に会いたい。え、かわいそう。どうしたらいいだろう。メイドさんですかね。あ、もしや玉座の間で王様とお会いになられたのですか。旅の方、我がアスカンタ王は今は誰の言葉も耳に入らぬのです。ご無礼はどうぞお許しを。え、シセルというのは2年前に亡くなられた王妃様のお名前です。もし死んだ人に会えるなら、シセル王妃が再び目の前に現れたなら王様も元気になってくださるのに。そういえば私、祖母が昔たくさんお話をしてくれました。不思議な話をたくさん。その中にどんな願いも叶える方法があると聞いたような気がするけれど、ダメだわ、思い出せない。祖母に会いに行けば簡単にわかるでしょうけれど、私にはお城の仕事が。旅の方、お願いがあります。この城より西、橋のそばの家に住む私の祖母に願いを叶える昔話のことを詳しく聞いてきていただきたいのです。ただのおとぎ話かもしれませんが、もしそれが本当なら私は王様の願いを叶えて差し上げたい。自分で聞きに行きたくても私にはお城の仕事があります。勝手に抜け出すわけには参りません。私の祖母の家はこのアスカントより西、橋のそばに。どうかどうかお願いします。私は王様がお元気になれるよう教会で祈っております。旅の方、どうかお願いします。ほんとさ、ここの世界の人たちは普通に初対面の人にとんでもないことを頼むよね。キラはいい子だよ。昼は一日働いて、夜はお祈りの合間に合わせて王の様子を見に来るんだ。かわいそうにすっかりやつれてしまって体を壊さなきゃいいが。え、なに、なんですか、なんですか。マダムの指輪を手に入れた。え、え、なんか誰かマダムの落とし物ってこと。なんかドラクエ6でもこんなんあったな。この人かな。違うね。僕、家の中飽きた、お外で遊びたーい。ああ、嫌になるよ。今日もまた丸一日無駄になる。寝転がってお祈りするだけさ。亡くなったお妃様はこんなことを望んでらっしゃらないと思うんだけどな。ああ、そうなんだね。なんか自分だけで悲しむんだったら、まだしもさ、国民巻き込むのはちょっといただけませんな。ふむふむ、そういう事情があったとはな。え、偉い。なんと主君思いのメイドじゃ。わしは感動したぞ。
良い家臣は国の宝、しかもそのメイドミーティアと同じ年頃の娘というではないか。ミーティアと同じ年頃の娘に弱いな、トロデは。よし、これは命令じゃ。そのメイドさんの力になってやれ。何、寄り道になるじゃと。そんなもんお前が急いでパパッと片付ければ問題ないわい。さあ行くぞ、その優しいメイドさんのために一肌脱ぐのじゃ。私がね。見たことあるんですけど、めっちゃ可愛い。え、待って、燃えるストーリーを演じた。なにこれ、なにこれ。あ、こんななるの。こんな技なかったですね、デリワンで。面白い。ゴーレムとドラキーになってましたね。え、可愛い。ここでしょうか。あ、いた、おばあちゃん。ええ、お城のメイドのキラなら確かに私たちの孫娘ですよ。はあ、まあ年寄りですからね。アスカンタの古い昔話のことなら何でも知っておりますよ。願いを叶える昔話なら、この家の前を流れる川の上流の不思議な丘の話ですね。満月の夜に一晩あの丘の上でじーっと待ってると不思議な世界への扉が開くと言いますがね。え、怖くない？でもまあただのおとぎ話ですし、本当かどうだか分かりませんよ。第一、山の夜は冷えますし、あんな高い丘の上で夜明かしをする者は誰も癒しませんよ。ほほほ。怖ー。変な世界連れてかれるんじゃないの？めちゃくちゃ怖くない？糸を紡ぐ車輪がカラカラと回っている。それだけかい。君たちも不思議な丘の伝説を求めてここまで来たのかい。確かに川の上流にある高い丘の上には不思議な遺跡があった。だが期待外れだったね。崩れかけた壁があるだけさ。だからすぐに降りてきたよ。せっかく苦労して魔物の出る山道を登ったのに、とんだ骨折り損だったな。この家の裏をぐるっと回って川沿いに下っていくと土手降りる道がある。土手降りてから今度は逆に川を登っていくと洞窟があるらしい。だがこの辺のものは近寄りゃせん。何しろ景色がいいって他には何にもないただの丘ですからな。そこに行けってか。行くしかないんか。あれですか、あれのこと。ぐるっと回って、あ、ここか。おお、すごい、めっちゃ川だ。これわかめ。なにこれ、わかめ、わかめなんだね。マイク持ってるからなんか歌ってんのかな。わかめおじ、なんか叫んでる感じがあります。なんか手とかあるし。なにこれ、なに、わかめおじって、びっくりした。面白。あ、あれだ、見えてきた、見えてきた。あれじゃない、あの丘じゃないですか。わかめ温度。なにこれ、なにこれ、なにこれ。フツヤーノンが踊り出したって、やばい。なにこれ、なにこれ、やばい、やばい、やばい。めちゃくちゃ可愛い。なんかフツヤーノンもなんか、なんだろう、この貝殻みたいなやつ持ってて、めちゃくちゃ可愛いんだけど。穴がある。あ、そこから入るんですね。え、待って、宝箱あるんだけど。ちょっと今は取れないな。上行ったら取りたいですね。おー、わー、すごい、なんか寒そう。お、階段ありました。あれ、あれ、もう外に出てしまった。え、いいの、ここ登れってことか。お、登れますね。あ、結構険しい道のり。橋がある。え、なんだ、井戸だ、井戸。え、なに、わっ、なんだ、なんだ、なんだ、ここどこ。あ、宝箱があった。これはきっとすごいお宝に違いない。500ゴールだ。わ、めっちゃ険しい。
どこまで続くんや。あ、来たー。ここが頂上ですか。え、でも何にもないじゃん。え、何にもなくない。古い建物の跡だ。大きな窓の枠だけが残っている。え、昔はここに何かあったけど今はみたいな。お、なんだこれ、どうしたらいいんだろう。なんかの跡かなこれ。この気配、魔法だわ。この丘と満月、何か強い魔法の力を感じる。ほら、あの壁を見て、あの形、あそこに何かあるはずよ。わかるの、私たちここにいなきゃ。今丘を降りてはいけない。お、なんだ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 、さっきのなんか窓枠が動き出したというか、影が動き出したというか。え、なに、ポワポワしだした。なに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 、やばい、なんか不思議な空間に不思議な空間出てくるんじゃない。ワープ、異世界行っちゃうえ、なに、え、なんだなんだなんだ、え、マジで異世界行っちゃうんじゃないこれ。わっ、何？扉が開いた。わあ！なに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 、ここなにここなにここ、え、なにこれなにこれ、え、やばい、え、ボス戦？ボス戦ですかこれ。え、でもなんかさ、なんか綺麗だからモンスターとかじゃないような気もするよね。これ現実？私たち夢を見てるの？なんだか絵本の世界に来たみたい。すごいわ。わけのわからねえことは見て見ぬふりをする。それがあっちの生き方でガス適当、知らんぷり知らんぷりでげすよ。知らんぷりもできないでしょ。まあ修道院も追い出されてみるもんだね。おかげで珍しいものが見れた。ロケーションもバッチリ、人気もない。うん、ん、あ、独り言さ。なんでもないなんでもない。え、なに、あ、人だ。私は石回り、月の光のもとに生きるもの。なんだろう、なんか妖精的な感じの人かな。私の世界へようこそ。私の世界、なんか男なんだか女なんだかわかんないですね。美形なことに変わりはないけど。へえー、なんだなんだ、わ、すごい、なんかなんだろうね、なんか飛び跳ねてますね光が。あ、なんだ、地球儀これ。普通に登っていいの？戦いとかなんないよね。なんかあんまり戦意は感じられない。ここに人間が来るのは随分久しぶりだ。月の世界へようこそ客人。え、ここ月の世界なの？さて、いかなる願いが月影の窓を開いたのか、君たちの靴に聞いてみよう。靴？心にとかじゃなくて靴なんだ。アスカンタの王が生きながら死者に会いたいと、そう願っていると。ふむ。おや、驚いた顔をしている。ああ、説明をしていなかったね。昼の光のもと生きる子よ、記憶は人だけのものと大思いか。その服も家々も家具も、この空も大地も、皆過ぎていく日々を覚えている。物言わぬ彼らはじっと抱えた思い出を夢見ながらまどろんでいるのだ。その夢、記憶を月の光は形にすることができる。死んだ人間を生き返らせることはできないが、君たちの力にはなれるだろう。さあ、私を城へ、嘆く王の元へ連れて行っておくれ。え、めっちゃいい人だね。あれ？あ、さあ、私を嘆く王の元へ連れて行っておくれ。あ、もうお城までワープしたんですね。さすが石回り。寝てる？眠らされてる？なんか何らかの力で眠らされてるのかも。あ、寝てるわ。グオグオ。え、ちょっと邪魔なんですけど邪魔なんですけど、こっちから行けばいいか。あ、嘆いてるの？嘆きに沈む者よ、かつてこの部屋の刻まれた面影を月の光のもと再び蘇らせよう。
奥さん？すごい天真爛漫な感じの子ですね。これは夢？幻？いや違う違う、覚えている。これは君はしたの？あなたどうしたの？あなたシセル、会いたかった。あれから2年ずっと君のことばかり考えていたんだ。君が死んでからまだ今朝のお触れのことを気にしているの？大丈夫、あなたの判断は正しいわ。あなたは優しすぎるのね。でも時には厳しい決断も必要。王様なんですものね。みんなあなたを信じてる。あなたがちゃんとしなくちゃ。アスカンタはあなたの国ですもの。死者を蘇らせるわけではないのか。ねえねえ聞いて、宿屋の犬に子犬が生まれたのよ。私たちに名前をつけてほしいって。過去の思い出が出てくるんですね。あれは僕、そうだ覚えてる、一昨年の春だ。ではこれは過去の記憶？宿屋に子犬が？君は何かいい名前を考えてるんじゃないかい？私のは秘密。どうして？君が考えついたのならその名前がいいよ。あなただってちゃんと思いついたんでしょ？でもそれじゃあ君が。バカね、パバン。あなたが決めた名前が世界中で一番いいに決まってるわ。私の王様、自分の思う通りにしていいのよ。あなたは賢くて優しい人。私が考えてたのはあなたが決めた名前にしようって、それだけよ。めっちゃいい奥さんじゃない？めっちゃ可愛いし。そうだ、彼女はいつだってああして僕を励ましてくれていた。シセル、君はどうして、シセル、どうして君はそんなに強いんだい？お母様がいるからよ。母上？だって君の母上は随分前に亡くなったと。私も本当は弱虫でダメな子だったの。いつもお母様に励まされてた。お母様が亡くなって悲しくて寂しくて、でもこう考えたの。私が弱虫に戻ったらお母様は本当にいなくなってしまう。お母様が最初からいなかったのと同じことになってしまうわって。励まされた言葉、お母様が教えてくれたこと、その示す通りに頑張ろうって。そうすれば私の中にお母様はいつまでも生きてるの、ずっと。シセル、僕も君のように。ねえテラスへ出ない？今日はいい天気ですもの。きっと風が気持ちいいわ。ほら、あなたの国がすっかり見渡せるわ、パバン。アスカンタは美しい国ね。あ、そうだね、シセル。私の王様、みんなが笑って暮らせるようにあなたが。いなくなっちゃった。でもなんでなくなっちゃったんだろうね、シセル。覚えてるよ。君が教えてくれたことすべて僕の胸の中に生きてる。すまないシセル、やっと目が覚めた。ずっと心配をかけてごめん。長い長い悪夢からようやく目が覚めたんだ。あ、黒い垂れ幕みたいなやつが、あ、そっか、なんかお葬式みたいな感じにしてたから暗くしてたんですね、わざと。お、あ、本当はこういう風に赤い旗だったんだ。あ、絶対こっちの方がいいですね。あ、だいぶ雰囲気変わった。よかった。あ、よかったですね。なんかみんな嬉しそう。ニャンガス切相ないな。シセルが僕に教えてくれたこと、もう二度と忘れはしまい。夢のような出来事だが僕は信じます。ありがとう。皆さんとキラのおかげで僕はようやく長い悪夢から覚めた。これからは王の務めに励みます。あ、キラちゃんどこにいるんだろう今。本当にありがとう。
もしこの先何か困ったことがあったらいつでも言ってください。必ずその時は僕があなた方の力になります。約束します。必ずお役に立ちましょう。ヤンガス興味ないね、パバンにね。もうご飯に夢中じゃん。万博だな。なるほど、皆さんはドルマゲスという道化師を追って旅をしているのですか。しかし残念ながらそのようなものがこの国を訪れたという話は聞いていませんね。それにしてもあのヘチマウリだかなんとかって詩人はどこに行っちまったんですかね。あ、イシュマウリのことね。まるで夢でも見てたみたいです。なんか月の人だからちょっと偉い人だからヘチマウリは失礼なんじゃないかな。やれやれ、ようやくあのふぬけの王も正気に戻ったみたいだな。おっと、つい口が滑っちまった。ちょっと伸びすぎたかな。めっちゃ近くにいるぞ。サーベルト兄さんのことなんだか思い出しちゃったわ。そうね、胸の中にきっと。あれ、キラちゃんどこ行ったんだろう。王が沈んでおられた間、駒使いのキラは本当によく尽くしてくれた。キラにはたっぷりの褒美とたっぷりの休みをやらなくては。あ、いたー、キラちゃん。こんなところに。ずっとこのお部屋は王妃様が亡くなられた時のままにしてあったのですが、王のご命令で私にきちんと片付けろと。なのでこうしてお掃除しております。あら、あれ、おかげで王が立ち直ってくれました、ありがとうございます、みたいなこと言われると思ったんですけど、なんか全然だった。はーい。さ、よくわからねえが王様も元気になりやしたし、こうしててもしょうがねえです。なんでよくわかんねえんだよ。わかれよ、わかるだろ。もっと食いたい気持ちは重々わかりやすが、今は旅立ちましょう。もう食べ物しか頭にないんだな、この子は。あの目、あの唇、あの声、あの仕草、忘れられない。確かにあれじゃ何年だって嘆き悲しむはずさ。あの王には正直もったいないね。あと2年早く俺がこっちまで遠征してりゃ生身の王妃に会えたのに、悔しいな。わかる。でも王妃めちゃくちゃ可愛かったよね。まあゼシカもめちゃくちゃ可愛いんだけどさ、すげえ可愛かった王妃様マジで。確かになんかちょっと薄いね感じじゃなくてさ、生身の王妃様ちょっと見たかったって気持ちはわかるわ。いや、こんにちは。散歩は楽しいな、ルルルン。あ、よかったね。子供が外で遊んでいるよ。わーい、外だ外だ、広いぞ、明るいぞ。よかったね、マジで。この犬は王様に名前をつけてもらったんですね、パスカルや。あ、さっき言ってたやつだ。へー、パスカルって名前なんだね。いや、食った食ったって。あ、トロデだ。やっほー。ええの、お前たちはパバン王から盛大にもてなされて楽しそうじゃな。あ、すねてんの。きっとごちそうや酒もいっぱい振る舞われたんじゃろうな。うらやましいの。まあね。その間わしと姫は町の外で待ちぼうけじゃ。ああ、寂しい寂しい。確かに呼んであげればよかったのにね。おっさんの気持ち、あっしにはわかるでがすよ。そりゃおっさんだってまともな姿だったら町に入って酒の一つも飲みたいでがしょうよ。あっしも昔から見かけの悪さで苦労したもんでさ。だからわかりやす。なあ兄貴、この大陸の南の方にあるあっしが以前住んでた町に寄ってきやせんか。パルミドって小汚え町ですが、これがどんなよそ者でも受け入れる懐の深いとこでしてね。そこならおっさんも安心して中に入れると思うんでがしよ。それにこれからドルマゲスを探そうってのに何の手がかりもないででしょ。あの町には足なじみの優秀な情報屋がいるんで、野郎の行方もきっとつかめるはず。あ、いいね。こりゃ一石二鳥でガス。さあ南へ向かって突き進み、パルミドへ行くでガスよ。オッケー、レッツパルミド。